あ、こんにちは、中西です。じゃあ今日日経平均株価、まあ大きく売られると、すべての要因がですね、まあ為替がドル円で106円台、海外市場でですね、今107円前後で、まあ、落ち着きつつあると。株価もですね、ザラバの安値を、まあ、より直後につけた後、日経平均株価多少リバウンドに入ったと。まあ、ここで、まあ、証券株は私としては、まあ、狙いたいところなんですけれども、この日経平均株価のですね、風景が急変した背景というのが、アメリカのこの14、15日の FOMC で、今まではですね、6月1日の地区連銀報告、ベージュブックまではですね、アメリカの経済は非常に良好だと、まあ、こういう見方でですね、利上げはまあ確実というように、まあ、報じられてきたわけですけれども、3日の5月の雇用統計を受けまして、この見方が、まあ、一変したと。もう利上げはしないと、見送られると。一つの統計によってですね、まあ、大きく変わってしまいました。今日6日はですね、イエレン FRB 議長がフィラデルフィアで、まあ、講演をする予定に、まあ、なっておりまして、その中で私はですね、イエレン FRB 議長は引き続きアメリカ経済は良好だというような認識の講演をするのではないかと。ですからリバウンド、明日のですね、日経平均株価のリバウンドを合わせて、まあ、株価のですね、円高一服と、こういう流れが明日、まあ、起こるのではないかと、まあ、そういう意味でですね、まあ、多少リスクはあるかもしれませんけれども、まあ、基本的には今日大きく売られている値下がりランキング東証一部も見ておりますと、まあ、証券株のまあオンパレードということもございまして、まあ、年初来安値水準までつけている、まあ、一部の証券株も含めまして、リバウンド狙いで証券株にまあ注目したいと。イエレン FRB 議長のまあ心打ちはですね、米国経済は比較的まあ堅調に推移していると、まあ、こういう見立てだと基本的には考えております。